茶道の遊び方。エナジーボールを打つにはチャージが必要だ。手をガッツポーズにしてチャージをしよう。デバイスが地面と垂直になるように気をつけよう。チャージが溜まったら手を前に突き出す。画面中央の照準の方向に発射されるぞ。以上がエナジーボールの打ち方だ。シールドにもチャージは必要だ。手を下に向けて、緑のゲージが溜まったら手を振り上げる。自分の前にシールドが発生するぞ。使用枚数に上限があるから注意しよう。以上がシールドの使い方だ。